発車時刻に間に合ってよかったです。ギリギリだったね。道合わせ場所、分かりにくいところにしちゃってごめんね。いえ、私が分かりにくいところにいただけですし、こちらこそごめんなさい。まさか柱の院にいるとは思わなくて焦っちゃった。すみません、早く来すぎてしまったので、歩いている人の邪魔にならないような場所を探していたらあんなところに。でもお互い見つけなければならないんですから、もっと見つけやすい場所を探すべきでしたよね。その誰かと待ち合わせをしたことがあまりなくて、待ち合わせが下手と言いますか。大丈夫だよ、道合わせにうまいも下手もないよ。そうでしょうか。早く来すぎたって、何時くらいに来てたのかな。忘れました。俺も早く来たつもりだったけど、せつなちゃんはもういたもんね。ずいぶん待ったんじゃない。そんなことないです、待っている時間はあっという間でしたから。そう？はい、スクールアイドルのライブに誰かと一緒に行くの、あなたが初めてなんです。だから何をしようかなってずっと考えていまして。俺が初めて？そうなんだ、すっごく嬉しい。じゃあせつなちゃんが考えていたこと全部しようか。早めに出たからライブまでには時間もあるし。え？そんなことしなくていいですよ。なんで？俺と何をしようかなって考えてくれてたんでしょ？それはそうですが、ライブとは関係のないことですし。ライブもそれ以外も楽しもうよ。いいんですか？もちろんだよ。嬉しいです。じゃあ向こうに着いたら何をする？まずはライブの物販に行ってブレスレットを買いたいです。それでその後は CD ショップに行ったり、パフェを食べたり。ライブが終わった後はどうする？ハンバーガーでも食べに行こうよ。今日は丸一日あなたと一緒ですね。せっかくのお出かけだもの、門限まで目いっぱい遊ぼう。